宿地を作る。宿地というのはビスや釘を使わず木と木を組み合わせる方法です。宿地を作る。今回は3枚組の箱を本組みします。前回加工したものはこういう形のものに底板のこの溝を掘って箱の形にして、まあ、それを本組みする方法を説明します。まず、まあ、ちょっと仮組みしてみます。組んでいきます。こんな形ですね。これで、仮組みできたんで組めることが分かったので、じゃあ今度バラしてボンドを塗ってクランプで固定をする本組みをします。ただ本組みにするときにクランプをまあこういうふうにかけます。1本2本、3本、4本と、まあこういうふうにかけます。で、この時に、あられ組みの箱、まあこういうふうに少し、この時に出っ張るように作ってますよね。なので、ちょっとここ、まあ、一回外しますけど、外してみてもらうと、この木とこの木を組み合わせたいのに、この出っ張ってる、この2つのところにクランプが当たってしまってて、この木を向こう側に締められてないんですよね。これは逆側も、この出っ張ってる部分しか当たっていません。じゃあこの出っ張りを外したところからこういうふうにクランプをかければいいかと思わはると思うんですが、こういうふうなかけ方をしてしまうと内側にクランプをかけるということは、まあこの部材がないところをかけるんで締めるとこうたわんでしまいます。じゃあこれをどうやって本組みするのか、あその方を2つ説明したいと思います。この出っ張ってる部分より厚い材を、まあ、こういうふうに締めたいところに両面テープなどで貼ってください。これもこの箇所だけでなく四方も貼ります。で、その上からこういうふうにクランプで締め付けると出っ張りに当たらず、材を締め付けることができます。で、もう一つは、まあ、同じような方法なんですけど、こういう部材を作っておいて、これも四方全部いりますけどね。これを締め付けるという方法があります。これ何が違うのかというと、まあ、例えばこれぐらい幅の狭いものやったら、こう置いてクランプをかけたら全部締めることができるんですが、これ長い部材とかになってくると、これ一個一個全部つけていったら、締めないといけない箇所が多かったりとか、締まらへん場所が出てきたりします。そういった時にこういうものが長かったら、ただ両端と真ん中とかで締めることで全体を締め付けることができるんで、まあ、こういうのをよく使います。今回はどちらでもこれぐらいのサイズだったらいいんですけど、このタイプを使って作りたいと思います。では、まずこれを作るときの材ですが、棒とこの貼るための薄い材がいります。で、この薄い材の方は、先ほど言いましたが、この出っ張りより少し出るぐらいの材にしておいてください。あんまりこれが分厚くなってしまうと使いづらいんで、少し厚めの材ぐらいの方がいいです。で、この幅は、この締めたい場所の幅より少し小さめにしてください。これなぜかというと、こういうふうに置いて、まあ、使うときにちょうどで作ってしまうとぴったりの場所に置かないと締められない。要するにちょっとでもずれたらこの出っ張りの上に乗ったりとかして締まらへんということがよくあるんで、少し余裕を持って小さめにしています。で、この棒のサイズ、棒なんですけど、棒はあんまり柔らかい材を使ってしまうと締めたときに割れたりとかもするんで、ある程度硬い材の方がいいです。で、幅は、棒の幅は、この貼る方の薄い材の幅と合わせておいた方がいいです。
この棒の幅の方が大きいとクランプで締めるときにこういう斜めになってしまったりとかしてちゃんと締まらないです。で、次は作り方ですね。まずこの棒の方材にこういうふうに両面テープを貼って、まあ、距離を測って作ってもいいんですが、もうこういうふうに実際にも貼る方の薄い板をこう置いて、その上から両面テープをつけた材をこういうふうに置くように作ってもらうのが楽やと思います。で、これをこちらと、まあ、もう一方ですね、こちらの方も作るんで、全部で、8本分必要になります。では、この箱、実際にボンドを塗って本組みしていきます。では、ボンドを塗ります。ボンドを塗るのは、もう全部くっつく場所は全部塗ってください。これでいうと、これだけ塗りますね。これで面全部塗れましたね。底板のところはボンドを塗らなくていいです。ではこれでクランプをかけていきます。では組んでいきます。こうしましょうかね。まあ、当て木をして、まあ、入るところも叩いて入れていきます。で、入ったらこれをクランプで締めます。まずこのこっちじゃないですね、こうとか場所を間違えないように気をつけてくださいね。こうしてこの方向ですね、この方向で、ここにまず片方を締めます。こちらもここがこれ落ちひんので、ね、引っかかってつけやすいです。上から締めます。で、まず隙間がないような状態に締めてください。で、ここのヘラとかでこのボンドをちょっと取って、隙間なくいけてるかどうかちゃんと確かめて、ここでも隙間があるやったらまたクランプをもうちょっと締めるとか締め方を変えるとかして
ちゃんと隙間ない状態にしてください。まあ、もちろんちょっと加工の精度が低くて隙間が空いてしまうということも、まあ、あるでしょうが。内側をきれいに取っておいてくださいね。外側はまだ後から削りやすいんですけど、内側、まあ外側はちょっと今もうこのジグを使ってるんで、まあ、拭けませんし、後から削ることもできますから、ここは巾着でもいいです。わざわざクランプ外して外側拭くとかっていう必要はないです。内側はきれいにしておいてください。ね、きれいにしたら、直角定規でこの角度が合ってるかどうかを見てください。今いけてますね。まあいけてる場合もこのまま置いてもらっていいんですけど、まあ角度が違ったら、まあクランプのかけ方を斜めにかけるとかして、この角度をまた合わせてください。これでクランプが乾くまで置いておいたら、まあ本組は完成です。まあこれぐらい小さい箱、まあ、これ箱250画ぐらいの箱なんですけど、これでも4本クランプが必要になって、これが幅広かったりもっと大きいものになってくると倍とか3倍とかもっとたくさんのクランプが必要になるんで、結構箱を組むっていう、こういうあられ組とかの箱を組むのは大変な作業になります。今回はここまで。次回はこれまだこの箱完成ではなく、この本組終わってクランプ外した後に仕上げる作業が残っているんで、それをやりたいと思います。